並べ、おいでおいで誘うあなた、奥にもっと奥に誘い込まれ落ちてく、感じたことのないような破滅的デンジパルス、癒すのは簡単でワイプラネット、この胸を貫く刺激的デンジパルス、エルカレート波形は私あなたつなげる、脳髄にプラグを刺して乱らなかそう、この絵面くに忘れな国を揺られてる、途切れ途切れ混濁の中、あなたの背中にすがる私、これはまこと偽り、僕らはゆらり指切りしてさよなら、またやるの、目が覚めても頭の中はゼロと一のプロトコル、通信料打ち止めなのプラン変えたら今日もあなたに会える、信じたことのない嘘と破壊的デンジパルス、騙すのは簡単で歪むブレケット、この下に噛みつく悲劇的デンジパルス、ねじ曲げた波形は私あなたあざける、咲き乱れしてる色の花垂れることもなく咲き続けて、巡る時を経ても変わらず永遠の熱を噛みしめつつけて、きっとは飽き性だから本音と過激な遊び、本能を求めるあなたの本当のこと、どこしえに愛して現実の世界で戻れない私に、王子様キスして、繋がったケーブル抜いて本当の私を縛って、今はの歌遠く聞こえし、感触と感情の相違に迷い溺れまた落ちてゆく、現実と仮想の境界線、無垢な感情を持つ私、はい、ありがとうございます。それでは中野サブ東京にお集まりの皆さん、こんにちは。僕たちがリーブルバニーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まずはメンバー紹介からいきましょう。カイロ担当ジノです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、緑担当のリョウヤです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、黄色担当リトです。お願いします。お願いします。します。あれ、もう一人はどこにおるんやろ。どこにいるんだろう。どこだろう。おった気がすんねんけど。あれ、いるんじゃん。実はいるんや。変装見えてましたかね。じゃあ、あとおかえり。あ、ただいま。あ、どうもご心配おかけしました。いや、もう本当にちょっとね、心配でしたけど。心配じゃなかった。いや、心配だったけど、お帰りってさ、俺も北海道行ってたから俺に行ってくれたのかと思ったら違ったね。それのお帰りはないでしょ。ただの旅行やん。まあね、なんかめっちゃ久々な感じよね、リトさん。めっちゃ久々よ、俺、ね、だって頑張ってんやで、ラップ。お疲れ様です。ラップ頑張りましたね、私。褒めてください、本当に。俺もさ、ね、フェスタもミッションと頑張ったから。いや、そこだけやろ。どういうこと。だから俺が、ガギーつけろ、気をつけろって言ってて、あのフェスタもミッションのここだけ気持ちいいから、はいはい、ベストボーズミッションって言って、そこだけね、そこだけ、そこだけやらさせてもらいました。なんでそこ、はい、みたいな。むずい切り方したね。そう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 。もうちょいあったやろ、はい、みたいな。いやいや、そんなことあるですね。先ほど、明日、明後日とね、2days 池袋 AK でライブがあるんですけど、ちょっとさっき、明日私服でやろうぜってことになって、明日私服ライブになりました。イエーイ。お願いします。久々の週間で、イエーイですか。皆さんイエーイにしましょう。イエーイにしときましょう。で、明後日も私服ライブになりました。で、撮影可能なライブを作ろうと思ってね、それを持ってるんですけど、どうしよう。いつにしたい。いつにする。いつやるか。
いや 今は違うじゃん。今は。その僕あのね、あのあれはよくない。やけどしてるよ。やけどしたんやから、それちょっと突っ込んでくれないと困るよ私。俺も事故起きたくないもん。巻き添え食らいたくないもんね。いいやん。俺も普通でいいんだよね俺は。いやちょっとぐらい巻き添え食らってよ。頼むわ。まあそんな感じで明日は私服、明日明後日がね私服ライブになりますっていうことと、あと近々あの撮影可能ライブ作ろうと思ってるんで、なんかしらねあのこの曲がいいとかってあればお願いします。あのアンドロイドとかやめてね。ね。デレレデデマジであったねそんな曲も。これねこれね。俺まだこっちで覚えてるから、こっちで覚えてるから。こっち。いやもうこっちは古いやろ。こっちで覚えてくれ。そっちだよね。はい、まあそんな感じで、まあ今日から3 days ということで、あの頑張っていきますので、よかったら、一緒についてきてくれたらなと思います。さあそれでは出発していきますか。行きましょう。三人だけど。さあラストの曲ですこれ。セキュララウェーブ。行っちゃいましょう。心の弱さを見透かされているようで、一番深いとこに鎖刺さるのです。私に合図しているの、お願い告白から私もさらって、何度も会いに来ている人よりも私可愛いでしょ、褒めてたけど他の人に一人占めなの。帰り道曲がり角に私のこと音がそっと隠れてるって知ってるのよ。たまたま今日は違う道を選んだんだよね。嘘いないなんて私は泣きながら探して走り回って、どうしてよ笑ってよ、ステージだけ特別な人、悲しい表情で何を見ているの、赤裸々な想い伝えたくて手を伸ばしてサイレンの音が遠くに聞こえて意識が薄れて目が覚めた時に手を握っていてね。この後平行物販ですよね。平行物販、いや主演後物販です。主演後物販ですね、行いますので、よかったらぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで以上、僕たちがリーブルバニーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。またね。ありがとうございました。